大使君は、日本のアスカ時代の皇族、聖徳太子をモチーフにした大阪府大使町のマスコットキャラクター。1992年にデビューした初代と、2009年にデビューした公式デザインが存在する。初代大使君初代大使君は、法流事件の宝物の聖徳太子像がモデルとされ、髭を生やした姿だったのに対し、新しい公式デザインは、 聖徳太子をモチーフにしているもののげのない若々しいものになっている。太子長は公式デザインの工房の際に太子君のイメージとして親しみやすい、ふるさと太子への愛着が湧く、元気を感じさせるなどを挙げていた。公式デザインの原案者によると、若い女性が携帯のストラップにつけられるようなデザインを意識したという。デザインの著作権は太子長に帰属することになっており、 また、大使君は、商標登録が出願されている。1992年、大使町発行の観光イラストマップで名所の案内人として初代大使君がデビュー。以降、町のホームページや交通安全看板などで使用されてきた。しかし、初代大使君には公式のデザインガイドラインなどが定められておらず、委託業者や担当部署が、 その都度ごとにデザインしていたため、細部が微妙に異なる大使君が6種類ほど存在することになり、住民の混乱を招いていた。また、大使町側が著作権を持っておらず、地元の民間業者が自由に使えないという問題も生じていた。初代大使君には以上の問題があったこともあり、ゆるキャラブームにあやかり、町おこしを兼ねて2009年に公式デザイン案を、 公募することになった。募集期間は、同年の6月1日から7月31日で、合計662点の応募があり、大使庁マスコットキャラクター選考審査委員会による一時選考で5作品に絞られ、役場や学校で、同年9月7日から24日にかけて、人気投票が行われた結果、大阪芸術大学芸術学部キャラクター造形学 かの学生の作品が最優秀賞に決定した。2010年1月11日に大使町立万葉ホールで開催された大使町の成人式において大使くんの着ぐるみがお披露目され大使町の観光大使に任命された。ありがとうございます。